前で 16% に上昇。 NFCS 回路異常を検知。他のアンドロイドに汚染を広げないようにしないと。ポッド、アンドロイドの反応が少ない地点を検索。報告、商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければヨルハ機械 2B 深刻なダメージ。分かって警告、ウイルス汚染度 21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で改変進化しており、除去が困難。32% に上昇。視覚処理システムに異常を検知。月面人類回帰。地上で分線しているぞ。今日は諸君が吉報です。この警告。ウイルス汚染度 57% に上昇。FFCS 回路異常を検知。
みんな、未来を。お願いするね、エーツ。2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号地図にマーク。警告、大型の信号を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろう。2B、大丈夫。ああ、ナイツ。そんな、トゥビー、そんな。夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。
それじゃ司令部は行って逃ごう。ここは私が。ダメ、4号。あ、識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04にヨルハ機体 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。やってみるか。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。はあ？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろ。30秒経過。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨、大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定、これは命令ではない。ヨルハ機体 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨、情報に不満がある場合行動目的の更新。うるさいだまで。否定、本支援ユニットはヨルハ機体 2B の最終命令によって行動中。ヨルハ機体 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ、邪魔するな。了解。
疑問。アンドロイドは自らエネルギーを生成可能。レジスタンスにも動物の肉は不必要。そうね、食ってみたら意外と楽しいのかもな。王様か、王様。鹿の肉とイノシシの肉は揃ったな。依頼主のところへ行くか。って言うからどんな敵かと思ったら大したことないな。起点、敵機械生命体反応健在。なんだあれは。
地対応に進化した機械生命体と推測。推奨敵機械生命体の破壊。言われなくても。B モードを倒すか。警告、核融合ユニットの出力を増大させる。 B モードは危険。攻撃力は増大するが防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として最新型のモデルからは起動削除されている。旧型モデルで悪かった。射撃機能はない。推奨遠距離攻撃手段を持つ本随行支援ユニットに対する感謝の礼辞。恩着せがましい。警告、危険を感知。 BNB 攻撃推奨離脱。ここは EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか何でお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合内部モニタリングの義務があるため。人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んだ。うるさい！
ポッド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。おはようございます。 A2、 一体夜波機体 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。旧世界の遺産ね。砂漠地帯での遺失物捜索は困難。推奨、ターゲットスキャナーを使用。
古い年代の資材を入手、推測、過去文明の遺物。
この場所に入るのはやめておこう。ヨルハキタイ 2B の記録によると、この村の住人は平和主義者であり安全と判断されている。そういうのを殺したい気分じゃない。